オリンピックが開催されます、うん、どうですかこのメダルに向けては、うん、メダル以上は取ってほしいと。そういう可能性は十分あるというふうに思うんだよね。おばんざーい、さて、今日のおばんざい屋はですね、すごい、またまたあの大物というかもうサッカー界の、ドンですねが、ゲストとして来られています。紹介します。川淵三郎さんです。どうも川淵です。よろしくお願いします。お願いします。いや先ほどもラジオ ABC ラジオ、うん、バンバンバン出ていただきましたけど、うん、ありがとうございます。いやこちらこそいろいろ話ができて、いや、バンドさんに喜んでもらって何よりでした。いや、うん、もう川淵さんのいろんな本当昔からの話からこれからの話から、うん、ちょっといろいろ聞けて、うん、僕は本当にいろいろ勉強になりました。いえまたちょっと引き続きちょっとおばんざい屋でも、うん、ちょっといろんなお話をちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、ぜひ どうぞご遠慮なく。おばんざい屋は見られたことは、あのねちょっと今日の番組を見るんでそのちょっとどんなのがあるのかなって小野だとか小田とか、はい、札幌のなんとか、はい、野々村さん、そうそうそう、はい、とかって、はい、さささっと見てきて、はい、面白いことやってるなと小野伸二かのフィリピン戦で怪我したな、本当にあの時なとかってね、思い出しましたよ、はい、本当にもうかわいそうだったね。そうですよね、うん、相手は怪我をさせようという意図できて、それが本当に大怪我になっちゃったんでね、もうああいうの胸が痛むよね、まあ、やっぱり関係者としてね。そうですね、うん、なんか阿部さん、そうそうたるこう今までの日本代表選手を見られてきたじゃないですか、うん、小野伸二とかはどうでした？もうねやっぱり技といえば日本人にないような技持ってたからね、うん、でノールックパスだとかっていうのは、はいはいはい、当時はあんまりなかったのが、うん、小野伸二がやって、うん、初め浦和レッズに入った時もう高校卒業してすぐにもう素晴らしいプロをやったからね、はいはい、まあ、ああいう選手もちょっと出てこないなっていう印象だったよね、うん、だからそういう意味ではあのフェイノルトかな、はい、オランダに行ってあそこからまた飛躍すると思ったんだけど、それがちょっとその先がね、なんか僕としてはあの物足りないって正直言って、なるほど、もっと小野伸二ならやれたはずだっていうのは率直な気持ちだね、はい、だからあの99年の怪我はちょっといろいろなこと影響したんでしょうね。はい、え、川淵さん自体はどういう選手だったんですか？僕はもうちょっとつ盲信で一緒じゃないですかそうそうそう、だからなんとなくねあの同じ仲間意識があるわけだよいたずら坊主っていう、はい、いたずら小僧っていうか、はい、やっぱり前にガッガッ書いて、はい、点取るっていうそういう感じで、はい、やりの川淵って言われたんだけど、はい、で僕はセンターフォワード日本代表でもセンターフォワードやったんだよね、はい、そんな技あるわけじゃなくて、はい、前、うん、ちょっと猛進でガンって出てシュート打つっていう感じだったけど、うんうん、鎌本が来てから、はい、あの右のウイングに追いやられたそうなんですね。そうなんだ。もともとセンターフォワードだったんですけど、鎌本さんが来られてから、そうそう、周りは勝てないよね。あいつが大学1年の時に俺がもう外へ追いやられたって、はいはい、もうそれはもう鎌本さん的にはもうしょうがないって感じだったんですか？まあね、ちょっと将来性とかね、いろんなの考えたら、うん、それはもうちょっとね、うん我ながら叶わないという感じね僕はね、右のウイングした時に、はい、右のウイングが宮本照樹、ね、はい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 、でこの宮本照樹は、うん、日本国中で一番うまいっていう技が、うん、ボール持ったら絶対ヨーロッパの選手相手でもなかなか取られないっていうぐらい、はい、ーボールコントロール本当うまい選手だったんだ。でこの、宮本照樹を抜かない限り、うん、東京オリンピックに出れないなっていうんで、うんうんうん、宮本照樹が何か知らん時も失敗しろ失敗しろなんて思いながら見てたで宮本照樹がどういうところでうまいのかっていうことを、はいはい、ものすごくね宮本照樹のプレーを見ながら勉強したんだよね。そしたら一番初めのボールコントロールが常に自分のその体の中心にボールを持ってくるんだなっていうことがそこで分かって、で僕もそこでそのちょっとレベルが上がって、うん、東京オリンピックでミドウィングで出れた。だからそれでは宮本照樹の技っていうのはね当時本当にすごかった。だから足はね、はい、僕と比べて相当遅かったから僕はそう変われたんでね。で宮本照樹は
中盤の方に入ったんで。へー、うん、カブさん足速かったんですね、うん、昔からですか。昔からもう 幼稚園の時か小学校の時がいつも一番で、うん、だからそれでは足の速さが身を助けてきたの。え、そのこの口の方はどうやったんですか、昔から。口はそんな達してなかった。あ、そうですか。うん、でもおとなしかったし、でもなんかあの昔ドラマじゃないですけど、その、ね、あのラジオ、ラジオドラマにはずっとね、うん、NHK の時から民間放送にまで出て声優であったわけだよ。テレビはなかったからね、当時は。声優ですよ。でその日6時ぐらいから僕の劇のドラマのラジオ放送があった、うんうんうん、近くのパン屋でね、うん、練習終わったらいつも牛乳飲んだりなんかするところでみんなちょっと集まると今日俺あのラジオに出るから聞いてくれって言ってさ、それ全部ずっと大体生放送で来たから、うん、でその時初めて自分の声を聞いた。あ、そうですか。その声聞いてね、はい、もうがっくりしてやめた。え、こんな甘ったるいような変な声、こんなので今までやってたかっていうんで、はい、それからぶっつりやめた。うん、でもカブスさんの声結構もうこうちょっとドスが効いてる感じがあるじゃないですか。いやいや、もうねその時のショックはね、はい、忘れられないね。あ、そうだからもうなんかシュンとしちゃって、ね、それ行くやん。カブスさんが声優してた話なんか聞けないですよ。カブスさんといえばですけど J リーグの初代チェアマン、うんうんうん、これはもう今5代目ですよね。初代でこういろいろ自分でやってこられた、うん、あの93年のこう宣言みたいなのも含めてやっぱこう思い出すことってありますか。僕はあんまりね昔を思い出さないタイプなんだよね。あ、そうですか。うん、で昔こんなところに戻りたいなって、うん、昔こうなった方がよかったなとかって、うん、一切思わなくて我々もういつも前向いてんだよ、うん、であんまり後悔しないたちだね、うんうんうん、だからまあ J リーグのチェアマンになってもう本当にいろんな問題があって、うん、まあフリューゲルスマリスの合併問題、はいはいはい、J リーグのチェアマンやめるときに、うん、どういう後悔されましたかなんとかって、うん、新聞記者はさ、はい、みんなそういう聞き方するじゃない、はいはいはい、で僕は後悔なんか一切何もしてませんよと、失敗したことはないんですけど失敗したことなんかありませんよって、うん、失敗したらそれを次に取り返せばいいんでそれは失敗したとは言わないでしょってね、うん、もう一度若い時に戻りたいとかね、うん、そういうことも一切思わない、うん、今が一番いいと思って、うん、でもその時に J リーグのチェアマンになった時に、じゃあチェアマンになる前にいろんなことあったんだよ、いろいろ言うとキリがないぐらいいろんなプレッシャーがあったり、うん、いろんな成功するわけないじゃないか、うん、何を株式バカなことやってんだと、うん、なんとかと言われた時に、はい、口をこぼすな、泣き言を言うな、うん、後ろを振り向くな、うん、で常に自分にね、泣き言を言うな、口をこぼすな、後ろを振り向くなってずっと言い聞かせてきた、うん、自分自身に、はい、だからもうすぐね、愚痴をこぼしたくなる、弱音吐きたくなるじゃない、うん、そういろいろあった時に、うん、そうですね、うん、だから自分を、まあ、そういうふうに決めつけてっていうかね、やったのは、まあ、よかったのかなって、ぐちぐちあんまり言わないっていう、いま、うん、だにそういうふうにもうやっぱ思うこともあるんですか。もう今はそんなに思わないですか。もうそんなこと考えなくても、そんなこと考えないね。あ、もしなんか、あ、失敗したって思うとちょっとはこうへこんだり元気なくなったりすることもあるんですか。いや、それはやっぱりね、人間だからあったと思うよ。それからまあ、例えばフリューゲルスマリノスの合併問題の時にもう本当に大変なことでガチャガチャ、うん、フリューゲルスのサポーターからいろんなこと言われたりね、何、うん、かあったり、世間からも世界中で今までそんな潰れたクラブがあるわけないだろうとかって新聞に書かれたんだよね、うんうん、そういうことを言っても平気な世の中の流れだったから。でその時にね、うん、ジュビロ磐田のナナミがね、はいはい、ベネチアのチーム行ったんだよね、はいはい、だベネチアのチームあいつ行った時に、うん、ユニフォームの色でサポーターが喧嘩したっていうニュースが入って、はい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 、そのベネチアのチームが3つのクラブが合併して、あ、それでユニフォームの色がなんかなくなるのはけしからんって感じになって、ベネチアで合併してんじゃないかってもうその時は自分自身しか言えなくて、なるほど。愚痴を言うな、うん、泣き言を言うな、うん、後ろを向くな、弱音を吐くな、うん、ね、後ろを向くな、後ろを向くな、うん、これをあるところで聞いたことがあるんですよ、うん、
それは WE リーグが始まるという時のカブさんの挨拶の時にそれをまあ言ってまして、ああ本当、はい、それで、あ、こういうことがあるんやと思ったら、まあ、JFA の人に言われて WE リーグのこう理事をやるようになったんですよ。ああ、そうか。そうなんですよ。おまだ始まってなくて今年の9月開幕じゃないですか、うん、あそうだね。どうやったらこう WE リーグが良くなるのかなみたいなのが、うん、今、うん、僕はすごいちょっと考えるわけですよ。うんうんうん、カブさん的にはこの WE リーグというものにどういうふうに思います環境から言うと、うん、J リーグの時とほとんど変わらないぐらい、そうですね、女子サッカーが成功するかどうか、うんうん、はい、全く分からない状況だからね、はい、うん、やっぱり一番大事なのはやっぱりクラブのホームとホームスタジアム、はい、うん、これがもう命なんだよね。あで B リーグバスケットボールを作る時にも同じことを言って、はい、そのことが成功のもとになってるんでね。あやっぱりホームスタジアムとホームタウンがなければ絶対長続きしないんで、うんうん、はいはい、やっぱりホームスタジアムを作ることが今なかなか難しい状況だけど、うん、それをやっぱ難しいながらにどういうふうに形作っていくか、うん、そこがね長続きの一番のポイントだと思うね。あ、うん、なんか認知をこう上げていったりとかっていうのも、うん、なんかまあ必要かなと思うんですけど、うん、そのあたりはなんかこう、いや認知を上げていくためのベースっていうのはやっぱホームスタジアムがあっての話なんだよ、まあ、ね、はい、うん、だからどこに定着するかわからない、浮き草みたいなところ行っててこの、うん、チームを応援してくださいって言ったってそれは無理な話なんだよな、うん、自分のチームと思ってもらえるためには、うん、やっぱりそれ根ざさないと、やっぱまあ川部さんが28年前に J リーグのチェアマンの時に言われてた、まあ、地域っていうことですよね、うんうん、地域がやっぱり大事、そしてホーム、それが一番大事だね、ね、うん、理事になるのが初めてなんで、うんうん、しっかりと成功するためにどう自分がやっていけばいいんだろうなみたいなのは、うんうん、なんか日々やっぱ考えるんで、うん、そのあたりもなんかカブさんにアドバイスはやっぱ欲しいなと思うんですよ、ね、各クラブの置かれている現状をよく精査して、うん、でこういうクラブに何が一番問題なのか、うん、どういうふうに現状から見て、うん、ステップバイステップ進んでいくためにはどういう足取りいった方がいいかっていうことのストーリーをやっぱり見出さなくちゃいけないよね、うん、ただ漠然とともかく観客を入れて、強いチームを作ってっていう考え方だけではもうどうにもなんないよね、うん、いやカブさん、今年ですね、まあ、あのオリンピックが、うん、まあ、開催されます、うん、カブさんは村長です、村長選手村の村長です。今日本のアンダー24、うん、どうですかこのメダルに向けては、うん、なんとかね、はい、メダル取ってほしいね、日本で開催される、うん、でしかも海外で活躍している選手が山ほどいる、うん、でまあ、あのオーバーエイジで取ってる吉田その他が、はい、本当にその守備の要として起用する、ね、はい、だから優勝とは僕は言わないけど、うん、少なくとも銀メダル以上は取ってほしいと、うん、うん、本当にやっぱり銅メダルを超えてほしいという、でそういう可能性は十分あるというふうに思うんだよね。そうするとまたこのサッカー界もそうですし、日本もまたちょっと湧き立ちますよね。だサッカーっていう団体スポーツはやっぱり90分間やって、うん、しかも1回戦勝っただけで、はい、あれだけ国民が湧き立つスポーツってないよね。いやいや、ワールドカップ見ても、ね、でも J リーグ93年に、まあ、カブさんチェアマンやられて、その時の現役だったカズさんがまだプレーしてますけど、いやーね、ロクロクね、本当にすごい。ね、うん、だからね、あの、うん、他の人はどう思うか知らないけど、はい、数ほど率先垂範でやる選手はいないんだよね。だから試合に仮に、まあ、数としては試合に出るためにいろんな準備をしていろんな練習をしてんだけど、はい、うん、率先垂範だから他の選手サボるわけにいかないんだよね、はい、いやーそうですね。だからそこでの存在価値っていうのはね、本当に大きい、はい、数は何もそのことを目指してやってるわけじゃないんだけど、本当に、まあ、スターティングメンバーとして出たいと思いながら日々研鑽してる、うん、その姿勢そのものがね、あとても勝てないね他の選手は。そうですよね、うん、それが尊い選手としてやっぱカズさん もうその位置ですけど、やっぱ僕たち、まあ、今 J リーグで育った選手としては、うんうん、やっぱり今後やっぱ J リーグのためにとか、うん、日本サッカーのためにやっぱ
どんだけやっぱ力になりたいっていう思いがあるんですよ、うん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 、そのあたり元選手がこうそういう風に J リーグ協会にこう入っていくっていうのはどう思いますか、うん、いやもう大賛成でね、うん、で選手の OB になるとコーチとか監督になることが夢だっていう、はい、それはちょっと違うんじゃないと、はい、もちろんそういう夢もあるけど、うん、やはりクラブの社長になり協会、うん、J リーグのチェアマンになり協会の会長になり、はい、あるいはもうもっと世界のその、FIFA その他にも出ていくとかいうぐらいのね、はいはい、やっぱりそれはその人の持ついろんな夢とかやりたいことを実現すればいいんで、はい、うん、まあ、そういう意味ではね、やっぱり僕がまあサッカー協会の会長になったのも選手の OB でなったんで、はいはい、それはそういう意味ではもう誰がなったっておかしくないよね。バンドが偉いのはいろんなことを経験しながらやっぱり自分の目標っていうものをある種持っていて、はい、なんとかそういうことに近づこうとする、そのこのまあ年代でさ、はい、まあそのB リーグの理事だとか、はい、もう一つどこだっけな、どっかの理事をしてるんだっけ、特任理事、J リーグの特任理事してるでしょ、はい、そういうのはね、あのこの若さでっていう感じで、はい、他の人思うけども、それは本人がそういう意思があるからだよ、はい、そういう方向を向いてるからだよ、あ、どんどん自分の道を進んでいけばいいと思うよ。ありがとうございます、うん、いやもう本当にもういつまででもちょっと話していたいんですが、惜しいですけど今日はこの辺にしてまたやっぱりあの村長をしっかりと終えられて、うん、またこうオリンピックどうでしたかみたいな話をまたいろいろ聞きたいなというふうにも、ね、ぜひ呼んで、うん、思いますので、うん、じゃあおばんざいやファミリーということで大丈夫ですか、うん、お大丈夫です、ぜひぜひとにかくオリンピックするならいっぺん呼んでちょうだい。そうですね。じゃあ、 最後いつも締めてる、うん、掛け声がありまして、うん、それをちょっと一緒にやっていただいていいですかね、はい、申し訳ないですけど、はい、いくぞー、おー、1、2、3、おばんざーい。ありがとうございました。いけたか。本当川淵さんってパワーあるよね。84歳、ね、後ろ振り向かない、もう過去は振り返らへん言ってたかな、まだ先を見てる、あんなかっこいい84歳なりたいね。ちょっと俺もそれ目標や、ほんまに。やっぱサッカーやめて今誰のようになりたいって言ったらやっぱ目標は川淵さんやね。やっぱりこの人を引きつけるもの持ってるし、言葉もやっぱり強いし、自分の言葉として話してるし、なおかついろんな経験をしてる。川淵さんといろいろ話していろんな勉強になった、そんな一日でした。川淵さんありがとうございました。